ついに最後のメモリーのアナライゼーションが終わった。はいはい、もったいぶってないでさっさと見せてくれる？これは。そこまでだ。ミートしたことがうかつ。多くの民が私を信じ待ってくれている。これが最後の機会。大丈夫ですよ姫様、知恵の泉ならば必ずやうまくいくはずです。行ってまいります。お父様。ニアの持ち場はっと。ん？ありゃまさか。どうしてもう厄災が。どうやら先手を打たれちまったらしいね。これはまずいんじゃないの？ハイラル城が厄災の手に落ちたってことは。そなたはハイラルの姫の騎士。すべきことは理解しておろう。娘を頼むぞ。
真珠がカノンに。そんな、私は民も仲間もお父様も私のせいで、どうして目覚めてくれないの？私が今までしてきたことは結局何の役にも。二度も奪わせはしないぞ。え、シード？エレと同じ力、おめえ一体。おお、待っていたぞ。仕切り直しといこうぜ。
し、片付いたな。ありがとな、リンク。さすがは俺の相棒。ユンボーだっけか。おめえもありがとな。お俺様一人だったらヤバかったかもしれねえけど、やっぱり不思議。本当にシドなんだよね。ああ、その通りだぞ。まあ、未来から来たなんて言っても信じてもらえるかはわからないがそいつも気になるが、今はもっと大事な話があるんだろう。姫さん、ハイラル城で一体何があったんだ。実は今はわらわと共に戦ってください。まったく、なんて動きだ。わらわではやはり力が足りぬのか。いや、お前の踏ん張りで活路が見えてきたよ。
ああ、けどどうやら僕たちにも風が吹いてきたみたいだよ。さて、まずは礼を言わないとね。ありがとう、助かったよ。ウルボさん。それから、ルージュだったかい？お前がいなけりゃどうなってたか。わらは一人ではとても。みんなの力あってこそ。まあ二人でもなんとかなったけど、いないよりはマシだったんじゃない？英傑様にもこんな一面が。積もる話もあるだろうが、お妃様、ハイラル城で何があったんだい？それが、それじゃあそろそろ見せてあげようか、神獣バメドウの力をね。あの時は誰かに呼ばれた気がして、声の主を探すうち姉さんが魔物にやられるところが見えた。助けなければと思ったらいつの間にかルッタの中にいたんだ。あなたの力なのね。ありがとう。さあ、あっかれ取りで急がなくては。どうしたんです？ほら行きましょう。どういうつもりだ？まだわからぬか。奴らは思った以上に力をつけている。故にお前たちにも最後にもう一働きしてもらおうと思ったまで。この方、お逃げくだされ。できるか。ならば命に代えてもお守りするまででござる。薬剤ガノンに捧げし逃げ、その役目を果たすがよい。Ha ha 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 ha